大英熊本下通り店は、かつて株式会社大栄が、熊本県熊本市中央区下通り一丁目で運営していた大型商業施設である。店番号は0631。三年坂通り及び白見町通り沿いに存在した。太陽デパートの火災から6年、太陽デパートの跡地に、ユニード資本の商業施設、熊本城屋が開業。その後、 ユニードから離れ大英の完全子会社となり、大英グループの一員であることを明確に打ち出す。狙いから大英を冠に入れ1985年11月に大英城屋に、さらに2年後の1987年4月には、城屋大英に名称変更した。社名はそのまま、熊本城屋が残る形となった。しかし、 不採算が続き1995年9月1日には、大英ブランドを運営している子会社2社とともに、大英に店の営業権を譲り渡すことなり、大英の直営店となった。このため、名称を大英熊本下通り店としてリニューアルし、2014年までの18年間に、渡り、直営で営業してきた。大英熊本下通り店については、 旧太陽デパートビルの建物を今日に至るまで、そのまま使用してきたが、春工から62年が経過しており、老朽化していた。さらに耐震改修促進法が2013年11月に改正され、耐震診断が義務化されたことにより、この建物は大規模な改修か建て替えのいずれかの選択を迫られることになった。ちょうど太陽デパート火災から丸40年を迎え、 老朽化が進んでいたこともあり、大英は2013年11月27日に建て替えの方針を決定した。太陽火災から丸40年となった翌日の同年11月30日、2014年5月11日付で閉店することが明らかになった。また、下通り店自体も売り上げはピーク時の1996年当時の 約45億円から2013年2月期には約21億円に半減しており、既存店舗での営業継続を断念した。そして、地元の土地開発業者に土地と建物を売却し、建物の一部を共有している桜井総本店との2社が、オーナーとなる形で建て替えを行う方針を決めた。営業最終日となった2014年5月11日は、 普段の4倍の買い物客などが来店し、閉店予定時刻を約45分延長して、閉店し、太陽デパート時代からの60年以上にわたる歴史に幕が下ろされた。その後、土地と建物は2014年5月末に南境開発へ引き渡されることになった。桜井総本店が同年8月初旬まで営業を継続するため、 桜井総本店の営業終了後に建物の解体工事を開始する。その後、2015年10月に新築工事着工。2017年4月27日に新たな複合商業施設、ココザを開業。新たに建てられるビルの規模は地上8階地下1階建てで、地下1階は食品スーパー、地上1階から4階までを商業街、5階以上を オフィスとする計画。地下1階の食品スーパーにはダイエーが再出店することが前提となっていたが、2015年にダイエーがイオンの完全子会社となり、九州の運営店舗を同じイオングループのイオン九州及びマックスバリュー、九州に継承したため、マックスバリューとしての出店となる。前日の通り、この店舗の建物は太陽デパート開業当時からの建物であり、 すでに築60年を超えている。火災により3階から上はほぼ全焼。その後防火設備を最優先とした修復により、売り場面積を大幅に縮小させて、現在に至る。今日に至るまで、幾度となく、改装が繰り返されてきたが、建物の基本構造は、対応が再オープンした約40年前当時のものから、ほとんど変わることはなかった。地下1階。 地上9階の建物で本館裏にあり、本館とは連絡通路で接続されていた。別館は太陽デパート時代の増築工事の際に合わせて新築されたものである。熊本城や開業後はトポス熊本店となったが大英グループ入りしたこともあり、トポスは熊本城やの別館扱いとなり連携を図った。九州参考バス、熊本市営バス、熊本バス、 熊本電鉄バス、熊本都市バス、ありがとうございます。